はい、どうぞ。35m。メジャーですか。はい。お、あ、はい、行ってみます。あった。あ、今年も85、85？ 86？ 87。87センチです。記録更新福島。すごい。出てきた出てきた出てきた。福島です。やった。ええー、足おめでとう。やったほら恵子さんほらほら。80来たよ。80来たね。80来たね。フレアスリムのピンクゴールド、こいつをチャレンジしたいと思います。ルックが、30の4センチ。これも上下で。塩がだるいんで、ちょっともう場合によっちゃエビっちゃうことも考えられるけど、テンションホールだったらいいですね。ちょっとアピール力で幅の広いもので攻めたいと思います。これがフレアスリムの今 180g、 まあ塩的には150でもいいのかなっていう感じはするんですけど、これが、フレアスリムですね。で、こちらが、フラップ QR の、150g。 シルエットがこれだけ違います。この2つのジグを、使い比べてね、どう効果が出るか見てみたいと思います。180g PGD ZL。 ちょっと反応べったりだったよ。あった。来たよ。やっぱり。ほんで、なんでしょう。下からも。なるほどな。あ、違う。やべ、あ、やべ。あ、そうだね。あ、そうじゃないね。でかいな。でかいな。
フラップ QR グリーンゴールドですか。ドーン食いましたよ。いいね、スピンスローで一番ぶち曲がりっす。これやっぱ魚と楽しめるよね。やばいっす。てかね、ほんと魚でかい、これまあまあいいサイズだと思うんですよ。上がってこないもんね、全然上がってこない。おお、こいつをゆっくり持ち上げてくる楽しさ。そうですね。すでにね、でかいの1本取ってるから楽しみながら余裕がこれ取ってないとね、ほんとヒヤヒヤですよ。早く上がってくれよって思うよ。心に余裕ができるけどね。畠山さん、はい、そっち側でタモ取っていいですか。はい、すみません、すみません、流れがそっちなもんで。やっぱこの渋い時間に、おお、ね、でかいでかいでかい。この10メーター下でこの渋い。おお、でかいよ。大番。おお、でかい。でか。あ、頭から頭から。頭から入れなきゃやばい。でかいよ。で全部スポル入れて、よっしゃー、オッケー、養殖だ。うー、養殖だけどでかい。危ないからね。ヒラメはまず一回外した方がいいね。やばい、やばい、でかい。肉厚、肉厚だね。肉厚、何人前って感じ。肉厚って感じです。10人前はあるね。ありそうです。1枚で10人食えるよ、これ。やばいな。ちょっとでもフラップ QR いいでしょ。いやー、いきなり釣れましたね。抵抗も軽くない？すごい。あ、そうですね。しかも今、まあ、さっき、あの、旧フラップもいい感じだったんですけど、いや、旧フラップはフラップで、そうそうそう、ちょっと動きが違うんだよね。そうなんですよね。でも今ちょうどフラップ系の 150g が変わってる感じですね。しかもカラーはグリーンゴールで、針は30、3センチ、3センチ、ギリだな。3センチ、2センチでもいいぐらい。3センチ全然絡みはない感じ。絡みない、はい、またスピンするの一番っていうのが面白いんだよな。一番。ちなみに先に書いてます。ああ、さあ計測。あ、ないんだ。バッキーパー。82。82センチ。十分です。やりました。本日2本目の80オーバー。でっか。PJ でかけました。ちょっと前撮るよ、ね、ほらほらほら、あ、風間さんマイナスがきつい。頑張って。でもパワーあるから、パワーあるから全然楽。上がってくるでしょ。もう少しゆっくりポンピング。そう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 、浮かせる感じで。パワーあるね。テンション、お、でかい。でかいじゃん。カザワさん、待ってるよ。もしかしたら俺のかもしれない。一回入れちゃおう。一回入れちゃおう。もっともっと深く。いいよ。もっともっと。よいしょ。あの、入ってない。そのまま。オッケー。えい、吉田君もでかいと思うよ、多分これ。
そう、魚とやり取りを楽しむ。ね。そんなでかいの釣っちゃったらお前、やばい。ほら、ね、スローと同じで魚に違和感与えなければ暴れないから。はい、そこまで、そこまで。これ網甘いってんだっけ。網穴開いてる。雨が穴が開いた。ごめんね。おめでとうございます。大盤2つね。大盤2つ、100ですね。180、グリーンゴールドにプロシール貼ってあるやつです。アッシーのまたでかいね。なんか8キロぐらいありそうだなこれ。本日3本目の80。えい、アッシーすごいね。3本目6キロオーバー、3本目8キロ。えい、えい、やるね、さすがです。でかいよ、2人とも。重いよ。ちょっと何、何言ってたの、アッシーは。僕はフラップ QR。 フラップ QR、はい、いいね。チースロー。えい、これ XXL シャツ。あ、これ XL、 XL です。 XL、 はい、なんかチビティみたいだね。おー、アッシーノリノリだね。来た。すごいね、ヒラメだね。吉田君マイプして、ごめんね。タモが、タモがないんですよ。何ジグは、QR のピンクゴールド、うん、お、ピンクゴールド食うでしょ。食うんだけど、さっきちっちゃかった。これちょっと大きいかも。これちょっと大きい、叩いてみよう。若干ドラグ出たりして。まあでもね、でかいの、でかい小さいはね、そんなに選べないからね。そうね。そもそもが。なかった。フラップ QR。QR。イエーイ。ピンクゴールド。はい。ちょっとお腹に手当てて、はい、ここに手当てて、横にしてくる。そう。はい。はい。はい。やったー。イエーイ。ちょっと待ってよ。でかいんじゃないの？二人して。こんなマグロとファイトしてるみたいな感じになってるよ。何さ、何、何それ？ヒラメなの？折れないですね。もうね、フラップ150、一番ふわふわしゃくり。あー、ハマってる。やばい、当たりが半端ない。すごいね。さっきケイコさんと岡田さんが2人上げてる間に3回ぱっぱらしてるから、すげえ当たる。触れない気がしない。岡田さんもでかいよ。でかい、うん。いや、全然上がってこないから。ダメじゃない。大盤でしょ。全然上がってこない。すんげえ抵抗だもん。ほら、ほら、全然上がんない。そうだ。1.2？ あ、1.5。1.5？ 1.5 の6号。うん。はい、加賀さん上がります。加賀さん豪天？あ、違う。サミット。サミット。あ、ありますね。ある。拾ってる？あ、拾ってるか。ちょっと待ってください。
や結構ぐるぐる巻きになったかも。はい、吉田君、タムリちゃえ。加藤さん、もっと頑張れ。おっしゃー、ナイスサイズ。ないね。オッケー、巻いて。多分魚いるんじゃないかな。うん、魚ついてんね。まだ上がりません。外れてるよ。何が釣れちゃってんの？何を釣れてんすかね、本当に。ヒラメの、ヒラメ台盤の横とか。台盤の横ですかね。うん、ケツバリ口とか。釣れ？釣れじゃないの？でもそんぐらいの重さはあるね。すごいですよね。あれ？何あれ？シイラだ。そう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 、走んないからね。ヒラメだと思う。カツダメとかだと思う。まあきっちりこうやってドラグ抜いてればね、思いっきり曲げてもそこに折れるそうじゃないんで。お、見えた見えた、なんか見えた見えた。なんだ、いやあれでかいですね。これ 20m ぐらいしたと思うかな。あ、そんなことないか。ヒラメだね。でかい。おほほほほー、でかいよ。台盤。かかりどこかな。うん。あ、開けてください。どうも。でかいよ。よいしょ。かかりどこだね。座布団を真上から引っ張ってる感じだね。あれ、畠山さん上がったんですか。あれ、いなかった。かかりどころで。よし、どうぞ。かかりどころが。いや、あれはやばいよ。でもほら、レッドヘッドブラック。シルエットが。当てまくってるね。の台。この間ボスさんが QR からレッドヘッドブラックで発表されたんですよ。いや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 、ちょっと待ってくれ、これはダメだ、早番にしちゃ。